historically, LPL has always had Europe's number, but now we get to see the LPL's number one seed against the LEC's. ルシアンのスケールが結局いいのと、パッシブダメージがバカだから。でも結局ルシナミが戻ってくる理由はミッドのメタが変わんなかったことです。ジャングルキャリーになった代わりにミッドが奴隷メタになっちゃった。それでルシアンナミが戻ってきた。今だからね、ドラフトが2パターンなんだよね。いや、ボット中心のゲームをやるためにアジールとかを取ったり、トップレーンでレネクトン取ったりとかしてボット中心に戦うメタと、デジュアニを起点にトップとミッドでキャリーしていくメタと、大体その2つで、ミッドがトレだからジャングルがキャリーメタなんです。キャリーというかね、ダメージをも求められる。ジャングラーに少数戦で勝つためだね、ミッドの。ただ昔ほど序盤のパワーがないですよ。電撃じゃなくなった分。うわ、最悪だな。ヘイトだったんだろう。バイジャーグ、勝てないから。ブレイブスに勝てない。終わった。ジャングルが終わった。このプレイでトップサイドのカウンタージャングルもできる。このスカトルも食えず、レベル2差かく。レネクトのパワーを借りて、本当は倍が一緒に育たなきゃいけない。ボットサイド当然バイオ走る。カナビがコンタジャングル。からミッドオーダンでボットサイドだから入れない。ボット頑固しかやることがない場合が。トップはね、マジしばらく勝ってもらわないといけないんで、 1v1 で。このマッチアップ、レネクトンが勝たなきゃいけない。トレネクトンからしたら、さっきのキルは結構いいキルなんだ。バイからしたら最悪。もうえぐいな、やってる。本当はバイがこの時間ペラルト持ってるグレイブスをかけなきゃいけないんだ。フラッシュないオフィリオスを。いいぞ。ルシアンに金入れた代わりにペラルド渡しちゃう。ボットラインレネクトン取って2ヘラルド取られたら結構終わりなんだけど。マジでルシアンのスケールにかけるしかない。Trembi, Cobb still ready.
ルシャン行くしかねえ、うわっ。ここがチャンスだ、行くしかねえ、うわーっつってやりすぎ。あー、これ逆にワースになっちゃった。あー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 、やりすぎやりすぎやりすぎ、あー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 、やりすぎやりすぎ。いやこれそうだよね、行くよね。いやー、なるほど。JDG がキル取られてるとき、何かしらのオブジェクトに全部トレードになってんだよね。ここも結局1キルとレッドバフのトレード。でこの後の追撃の1キルもインナータワーとのトレード。タリアがミニマ、あのインナータワー叩いたからね。でミッドのタワー守ってないから、まあ倍がここに追いつけるんだけど。まあでももうグレイブスが最強だから、 1V2 やってもアジールさえいなきゃあの負けないっすよ。ルシアンがちょっと怖いぐらいかな。ルシアンは誰かがマークすると思う。 JDG のバイト、レネクトンにグレイブスが巻き込まれても多分全然戦える。 1V2 できる。ああ本家でこういう放送やってたんだ。スリーアイテム持ってんだよね。いや狙いはボットタワーだな。もう グレイブスがアジール引きつけてくれる。ああタリアがアジールが映ってるじゃん。ってことはもうグレイブス怖いものないんだよね。おマジガンガン入っていける。これアジールさえいなければ怖いものがないっつって、捕まったところで死なないってなってんですよ、これ。アーマー硬すぎて。アジールがミッドにいるしかないんだけど、だからレネクトンでサイドどうにかするしかないんだよね。だからアジールトップ、レネクトンボットっていうのが一般的なんですよ。アジールがバロンに近い位置のポジション取って、グレイブスにプレッシャー出さなきゃいけないけど、レネクトンが未だにトップレーンにいるせいで、バランスが崩壊しちゃってる。ブグが入りやすい環境になっちゃってるのが良くない。守りたいサイドにアジール配置しなきゃいけない。テレポートがないのに、そもそもアジールの。一回取られたくない側にアジールを配置しなきゃ。マジでアジールいねえと、アジールいねえとカナビ好き放題。お、アジールあそこねっつって、じゃあ俺ルシアンとワンポイワンしてくれっつって突っ込んで、体力減らない。レブスを開けちゃいけないんだよ。今日チャンピオンだもん。あ、でもカナビ MVP だ。